はい、どうもゴッドソンです。久しぶりに、ついに新しいキャラスゴフェスね、来たので、やっていきたいと思います。ちょうど今12時、あ、1分経っちゃってますね。で、じゃあ酒場の方に行きます。はいはい、今回ね、まさかこっちの海賊団がね、新魚人海賊団が来ると思ってなかったんですけど、フォーティージョーンズが来て、まあそうですね、2年後ですからね、 90% 減らすんだ。なるほど、強靭タイプ氷像、まあちょっと今回ね、あのフェス源を狙うと、さすがにこんだけ増してくるとね、対象アップの時にやった方がいいのは間違いないので、まあちょっと氷像、これダルマどっちなんでしょうね、ダルマだと思いますけど、無視ね、ゼオ、僕意外とゼオのね、あの影に比べるのが見ててかっこいいなと思ったんですけど、あとドスーム、まあこの海賊団のね5人かなが出たらラッキーかなという感じでやっていきたいと思いますが、あとシークレットね、シークレットだけは取っておきたいなと思ってます。対象アップじゃないんですよね、フォーディジョーンズ。すごいやつの敵中がアップデベルで、フォーディジョーンズは対象ではないのかな。はい、じゃあやっていきたいと思います。まあこの5人のね海賊団を狙いつつ、まあシークレット出てくるまで回したいかなと思ってます。いきます。はい、じゃあ回しましょう。石を買おうかな。いやー、なんかもうね、やっぱ出ないね、この人はね。さあ、新キャラ、新海賊団が、おー、いきなり出た。ありがとうございます。いいですね。はい、氷像ね、1体目出ました。なぜお、さあ、はいはいはい、そうですね、逆にここで出るなんてことは。さあ、うおー、鶴さん、ここで出るなら前回あんなに効かなくても。お、また渋いところがあってますね。まあ僕のことなんでパンパン行った方がいいですね。はい、うわ、一体想像だけか、厳しいな、やばいな。追加かな、シークレットはね出てほしいですね。シークレット今言っておかないと、ちょっと手に入らなくなってくる。うーん、いや厳しいな。はい、銀銀、うおー、またなんだこの銀率は。はいはい、ナムさん、うわ厳しい、全く出なかったね。さあ、しょうがない。なんかもう、はい、石増えました。じゃあ行きましょう。追加20連か。お願いします。氷像しか出てないからな。うん、2、3、4、5、6、7、8。今回金多いですね。はいはい。おー、止まらない。止まらない。うわー。あ、新キャラじゃないと進化後か、厳しいですね、本当に出ないな。あ、出た、オッケー、ドスンで2体目。さあ、5体ポンプちょっとやめようかな、あまりにね、まあ完全にね、もう隠しキャラとしてアカウントも印象づいてるんでね、なんかもうあんまり出ないですね。クルさん、なんでこんなに、お、来た来た、無比で3体目。で、なんか想定外のやつらが確率アップしてるな。お、来た来た、だるま来た。これで残りもう、い、あれ、やっぱりフラグあるのかな、欲しいと言ったやつがやっぱ来ないですね。はい、じゃあまた課金して、これで終わると60連からあってもですね、行きましょう。今回20連とかで終わっちゃったりしてると思ってたんですけど、そんなことはないですね。ちょっと書いてあります。そういえば赤髪いつまでしか出てないな。赤髪の別
そうやっぱ普通のときついですね。30レベル1回ぐらいかな。お、来た。ここで終わらすか。はい、ありがとうございます。シークレット来ました。マンシェリーね。はい、ここでもう1体最後が来てくれ。まあ、あ、意外と新キャラをつけるんだけど。お、来た。あれ、これで海賊団コンプしたかな。ゼオンも来て、ちょっと一回見てみましょう。おお、ね、ドスンもムヒもなんか意外と最後来たな。ジョーンズはこの氷像来た、ダルマ来た、ムヒ来た、ゼオ来た、ドスン来ましたね。で、シークレットも来た。50連か。なんか中途半端ですけど、ちょっとね、周回もした。最近ちょっと決戦もついにこの間初めてクリアできて、健全かな。ん、本当に50連って言うと最近、こっからかバトロミオのここ10、20、30、40、50、あれ、あ、そうか、55連ね。55連で、まあ出てるので、で赤髪1個か。まあこういう感じですね。で、まあ本当にね、決戦とかも全然行きなかったというか行けなかったんですけど、まあ、あの簡単な方ですけど、ルフィが1回落ちて、でね、ミホークもついに勝つことができたので、ちょっと期待しますが、ちょっとあんまり覚えてないですけど、やっとね、メンバーも揃ってきて、まあ、海賊の、ね、メンバーも1人もそれなりに強いのが入るようになってきたので、ちゃんと周回していきたいなと思いますので、まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。まあ、全員ということで最後に。